スターライトアーニャと呼べ。虫が苦手だなんて、ああ情けない。もう分かったってあなたたち倦怠期のカップルみたいね。うちの親戚たちに会ったらもっとからかわれるぞ。これありがとう。ああどうだった？すごく面白かった。ああ夢さんの好みだと思った。また何か面白そうな本があったら。もちろん。なんかよそよそしくなってないか？今度はプロポーズの時期を見計らい始めたカップルみたい。そうね。ああもうお母さんがいろいろ言うせいで距離感わかんなくなっちゃったじゃない。ごめんごめん。こうしてカップルなんてからかわれているうちは本当の兄弟に思われてるってことだよな。